皆さんこんにちは。スタジオソウルオブジェのジョーです。本日はちょっと車いじりの動画を撮っていきたいと思います。前回紹介した Z4E89 なんですけど、気に入ってるんですが、ちょっとね内装が気持ちチャッチーというか、これグレードがね低いやつなんで、多分すごいなんか殺風景な無機質な感じなんですよね。そこで今日はですね、今までちょっとやってみたかったこと、できるかどうか分かんないんですけど、ラッピングシートに挑戦して少しねインパネをいじって豪華にしていきたいなと思っております。こうちっちゃいこういうパーツからやってみたいと思います。とりあえず、ラッピングシートを何種類かちょっと頼んでみたんですけど、ネットで調べたら、あの 3M のラッピングシートがまあいいみたいですね。やっぱり物持ちもいいし施工もしやすいし、だちょっとお高めなんですけど、カーボン調のものを頼んでみました。おお、かっこいい。こんな感じ。3M ですね。で、あと、一応比較として、ちょっとお安いのも頼んでみたんで、ちょっと開けていきます。これが、これが入ってました。はい。あとこれ、なんかマットレッド。3M の半額ぐらいで売ってたやつで。安いやつって、めちゃくちゃ施工もしづらいし、糊が残っちゃったりとか、塗装を傷めちゃったりするっぽいんですね。一応、内装に使うんで大丈夫だと思うんですけど、とりあえずこれアクセントに、赤いカラー、マット系ですね。カメラで、この色合いが伝わるかわかんないんですけど、こんな感じ。で、あともう一個、これも安めのラッピングフィルムですね。6D だか 7D って書いてありました。ちょっとよくわかんないんですけど、3D とか 4D とかいろいろあって 7D って書いてあったりするんですよね。こんな感じ。これ表面がなんか保護フィルムしてあって、施工した後に剥がすらしいんですけど、一応こんな感じ。もう見るからに安っぽいですね。なんかテカテカで、ちょっと見比べてみます。はい、これが安い赤で、これが 3M のカーボン。なんかネットで調べたら、業界の人とかプロの方が使うのはこういう感じのものっぽいです。で、これが 7D 安物。見てください。わかります？全然違いますよね。こっちはなんかザラザラして本当に本物のカーボンみたいな質感なんですけど、こっちはもう本当いかにもビニールみたいな感じで、しかも薄い感じですね。ネットで言ってたのがわかる気がしますね。これ施工しづらそうですね、めちゃくちゃ。で、こっち明らかに質感違うんで、もうこっち使っていきます。これはなんか、とりあえずちょっと練習用とかに使ってみようかな。で、これもなんか、やっぱ安っぽいな。やっぱお値段相応って感じですかね。逆に言えば、ちょっと倍ぐらいするんですけど、この 3Mのラッピングフィルム買った方が間違いなさそうです。じゃ、とりあえずこれ貼れるとこに貼っていきたいと思います。あと、これラッピングフィルムを貼るためのなんかツールボックスみたいのも、なんか Amazon でついでにどうですかって出てきたんで買ってみました。なんか使えるかどうかもわかんないんですけど、やってみたいと思います。
それじゃあ早速ね、シフトレバーから。もうなんかこれこうプクプク浮いちゃってんすよね。だどっちにしろもうちょっと寿命なんで、これ剥がしてこのパーツはカーボンで貼ってみたいと思います。こんな感じで。ラッピングフィルムって貼ったことないんですけど、まあなんかネットで見てて面白そうだなと思って一度はやってみたかったんですよね。でちょっと機会があったんで、よしやるかってことで頼んではみたんですけど、なんとなくの施工の仕方は動画で確認しましたけど、本当に生まれて初めてなんでうまくいくかどうかがちょっとわからないです。この複雑な形1枚で貼れるんすかね。無理ですかね。なんかできるできないは別にして、昔からこういう作業好きなんですよね。あのプラモデル作ったりとか、なんか細かい作業。すいません、最近ねちょっとギター弾く時間より車いじりの時間がちょっと楽しくなっちゃって、ちゃんとギターも弾いていきますんで。しかもあの車はちょっとね、あの専門外なんで全然わかんないですよ、車のこと。あの好きだけど全く自分でいじれないタイプなんですよね、車は。だいたい剥がれました。なんかめっちゃ恥ずかしい姿になっちゃいましたけど、よいしょ。さて、じゃあこれ剥がし終わったんですけど、まあ、こっちの簡単な方からやってみようかなと思います。なんとなく質感が似てるんで、まあ練習用も兼ねてとりあえずちょっと赤で試してみたいと思います。なんか少し大きめにカットするのがいいみたいなんで、どれでこうかな。それでまあ2つ分取れますよね。これとりあえず、あでこれカッター、なんか内装プロ用のカッターを使ってます。まずこのパーツやってみたいと思います。まず脱脂します。いや楽しみですね、貼れるかな。難しそう。一応ヒートガンもお仕事で使ってるやつがあるので、それを使っていきたいと思います。ネットでちらっと見て予習した程度なんで、やり方全然違うかもしれないんですけど、多めに見てください。とりあえず何でも試してみるってのが大事ですよね。真ん中からなんか気泡を抜いていくみたいですよね。なんかみんなこう気泡抜くのに剥がしたり温めたり伸ばしたりってしてますよね。多分この R の部分を温めて伸ばさないと難しいんですかね。やっぱ見るとやるとじゃ大違いですね。めっちゃむずいですね。しわ、なるほどなるほど。温めるとめちゃめちゃ柔らかくなりますね。あんまり温めすぎない方が良さそう。こ
これ無地なんで、あのカーボン調とかに比べれば多分楽だと思うんですよね。あのこう伸ばしても目がわからないというか。どうしてもちょっとしたこのシワが抜けないんですよね。なんかいい方法あんのかな。いやーこれ車に貼ってる人とかやばいっすよね、マジで。半端じゃねえな。まず車1台に貼るなんて無理ですね。さすがですよプロは。まあこの最後この辺はカッターでカットします。とりあえず巻くだけ巻いちゃいます。なんかこのラッピングシートがそうなのかわかんないんですけど、なんかあれですね、アルミホイル巻いてるみたいな感覚ですよね。で乾くとこう硬くなるんですよね。乾くとっていうか冷めるとか。まあとりあえず最初の1回目なんで、まあ失敗してもやり直します。どうすか、遠目からだとね、あんま分かんないと思うんですけど、結構シワになってるんですよね。むずい。けどまあこれでね、なんとなくイメージはつかめると思うんで、とりあえず赤を使うとどんな感じになるかなとか。これ 3M で貼るともっと全然あれですかね、貼りやすいんですかね。なんかの動画で見たんですよね、やっぱり 3M は貼りやすいって。まあ自分素人なんでね、その違いが分かるかどうかは分かんないですけど、こんな感じになりました。まあちょっと細かいところの処理は後で動画外でやります。とりあえず赤やってみました。これ使ってみますか。高いやつ。ほんとこれこそ失敗したくないですよね。いやーこの作業楽しいな。なんか磨いたらすげー綺麗になっちゃって、もうこれでいいんじゃないって感じですよね。別にいじんなくても。じゃあちょっと試しにこのパーツをカーボンで仕上げてみます。かっこいい。すっごいかっこいいんですよね。やっぱさすがですね 3M。 結構張り出しっていうかスタート大事っすね。どっから張り出してどっちに空気を抜いていくか。3M 多分張りやすいっすね。なんか普通に温めなくてもいい感じで R が収まってますね。でやっぱあのカーボン柄なんで、これ多分引っ張っちゃうと目が崩れちゃうんですよね。だから極力引っ張んないように。あんまり、あと熱加えすぎて多分伸ばしちゃうとビローンってなんか変なになっちゃいそうな雰囲気ですね。で最後のこの巻き込みだけドライヤーします。よし、とりあえずこんな感じ。かっこいいっすよねやっぱ。シートがあの安いやつより全然しっかりしてるっていうか、厚みがあって、なんかこの柄ももうちゃんと模様が出てて、なんかプリントって感じじゃないんですよね。本当に本物のカーボンみたいな。なんかまあカメラで写すとそんなにひどくないかもしれないですけど、すごいプリントチックなんですよね。まあ自分ど素人でここまで貼れるんで、あ
綺麗に仕上げたい人は絶対 3M とかちょっと高い有名なやつ一択でやった方がいいと思います。いやー、この細かい作業好きな人には本当おすすめです。これ超楽しいです。まあ仕上がりは別にして、この作業自体がめちゃくちゃ楽しいです。すいません、大変お待たせしました。できました。こんな感じ。もう明らかにクオリティ違いますよね。こっち安い方、こっち高い方で、仕上がりも全然いいですね。ということで、ちょっと今後ね、3M のラッピングシートを使って一通り全部やってみたいと思います。練習しながら。はい、まあ一応こんな感じになりましたね。まあ DIY でこう雰囲気変えられればと思ってやってみたんですけど、ラッピングシート結構楽しいですね。でやっぱりちょっと安いラッピングシートも使ってみた結果、あの 3M のちょっとお高いやつ買った方が収まりもいいし、まあ施工もめちゃめちゃしやすかったので、おすすめはやっぱ 3M のシートですかね。今日はまあとりあえずこのハンドルのこの部分だけ、まあ試しにやってみたかったっていうのもあってやってみたんですが、また機会があったらね、車の、カスタム動画とかもちょっと撮っていけたらなとは思っております。なんか参考にしていただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。